方健三三国志の芝居はド M？ 諸葛亮の挑発に興奮する独特な芝居像。三国志の終盤の主人公的存在といえば蜀漢の上将諸葛亮です。そしてその諸葛亮の宿命のライバルとも言うべき存在が魏の軍師である芝居でしょう。この動画では北方健三先生の三国志シリーズ北方三国志における芝居がどのような人物なのか解説していきたいと思います。第二世代の名コンビ宗比と芝居。北方三国志の芝居は他の作品と同様に智謀に長けた魏の軍師として登場します。しかし芝居の存在が本格的に日の目を見るのは作中中盤以降になります。一代で魏の基礎を打ち立てた英雄である曹操にはすでに淳育という腹心の軍師がおり、曹操の時代には陰気な性格の芝居はあまり表舞台に立つことはありませんでした。しかし淳育が曹操との軋轢と幽門のうちに死に、曹操も老境に差し掛かった頃、芝居が本格的に頭角を現します。芝居は曹操の息子である曹丕の部下として活躍し始め、曹丕の軍師としての曹操の後継者をめぐる争いに身を投じていきます。曹丕は英雄曹操の息子として傲慢不遜な性格でありながら、戦の天才である父曹操に自らの才能が及ばないことをコンプレックスに考えていました。そんな曹丕と陰気で控えめな性格でありながら抜群の軍才を持つ芝居は、一見正反対の性格でありながら絶妙な名コンビとして魏を盛り立てていくのです。曹操と淳育のコンビを魏の第一世代とすれば、曹丕と芝居のコンビは魏の第二世代と言えるのではないでしょうか。芝居はド M だった。北方三国志の芝居は他の作品とは決定的に異なる独特なキャラクター設定がなされています。それは芝居がド M だという点です。そうした芝居の性格が顕著に現れるのは蜀漢の諸葛亮との戦いの中においてです。北方三国志でも諸葛亮は作中最強クラスの才能を持った天才軍師で、その軍才は芝居をはるかに上回ります。一連の戦いの中で芝居は蜀漢の北伐軍を率いる諸葛亮には基本的に敗れ続けます。諸葛亮の計略にはまり、自らが窮地に立たされることも多々あります。そんな時芝居は自らの命の危機を悟ってたびたび失禁してしまうという描写がなされています。しかしそのような窮地の中でも芝居は自らの知略をはるかに上回る諸葛亮の鮮やかな計略にはめられることをどこか望んでおり、追い詰められることをどこか楽しんでいるところがあるのです。またある時には諸葛亮との間に陣地を築いて睨み合いを続けていた芝居のもとに諸葛亮から女物の衣服が届けられます。これは芝居を侮辱することで挑発し戦場に引きずり出そうという諸葛亮の計略でした。これを見た芝居は怒るどころか諸葛亮の挑発に興奮し、もっと侮辱してくれと言ってしまうのです。こうした芝居の異常ともいえるマゾヒストな性格こそが北方三国志における独特な芝居像を形作っていると言えるでしょう。芝居の意地と野望、ド M な性格がクローズアップされがちな北方三国志の芝居ですが、そんな芝居にも確固たる信念があります。それは自分を引き立ててくれた主の曹丕への忠義です。陰気な性格で曹操に敬遠されていた芝居を軍師として重用したのは曹丕でした。そんな曹丕や曹丕の建国した魏王朝を芝居は懸命に盛り立ててきたのです。しかし曹丕が若くして亡くなると、後を継いだ曹営と芝居との間には次第に溝ができていきます。戦下手でありながら父曹操の覇業を受け継ぎ、天下統一を目指して蜀漢や呉との戦いに全力を傾ける曹丕と異なり、宮殿の造営などの無用な土木事業を行い贅沢にふける曹営に対し、芝居は次第に愛想を尽かすようになっていきます。そして作中最終盤において芝居は帝位の簒奪をほのめかすようになっていきます。芝居の主であった曹丕が五冠を滅ぼしたように、奢侈にふけり民を苦しめる曹氏の支配する魏王朝を滅ぼすという野望を芝居が抱き始めるのです。しかし北方三国志は他の三国志作品のほとんどと同じように諸葛亮の死によってその幕を閉じます。芝居の野望がどうなったかについては読者の想像に任せるということなのかもしれませんね。三国志ライターアルスト49の独り言、いかがだったでしょうか。北方三国志の芝居ははっきり言ってかなり特殊なキャラクターとして描かれています。
芝居のファンからすればこんなはずじゃなかったと思うかもしれません。三国志における芝居は諸葛亮の北伐軍に何度も敗れながら最終的には北伐の成功を阻んだ名将です。北方三国志のド M な芝居は何度敗れても諸葛亮に立ちはだかろうとする芝居像に対する北方先生なりの解釈と言えるのではないでしょうか。